ああ。ああ。ああ。お待ちしておりました。あの依頼主が私だと察したから、あなたは来てくれたのですか。ふーん。なんちゃって、まさかこんなに簡単に引っかかってくれるとはな。来いよ、ジュキ。俺の言った通りだっただろう。なるほど。最初は個人的恨みから教頭を持ちかけられたと思っていたが、まさか本当にあの子が狙われているとは。どこから漏れてしまったのか。まあどこでもいいじゃねえか。さあ、あいつのためにもこいつをぶちのめしてやろうぜ。いいリアクションじゃん。助走までした甲斐があったぜ。君はルイに命を助けられたくせに、その命を狙うとは。恥を知れ。ルイのために消えてもらう。彼女の存在に感づかれた以上、生かしてはおけない。あの子の命と日常を守るために。行くぜ、エージェント。この前の雪辱戦だ。行くぞ。
ここまでか。こりゃただあいつの血の力だけじゃねえな。エージェントとして腕を上げたってのか。覚えておけ。次は負けねえ。はじめから彼が助けてくれるなどと期待はしていなかったさ。殺すがいい。ルイを守ることだけが私の使命であり生きがいだった。あの子を守りきれなかった以上私には生きる資格はない。しかしなぜ君があの子を狙うんだ。ただエージェントの仕事としてか。あの組織らしいな。だがそれじゃ君は何も知らずに。そうか。さあエージェントの青年、やるがいい、殺すがいい。あの子の血を内に流す者にやられるのならばいくらかはマシというものだ。最後に消えゆく者として一つだけ君に頼みがある。どうかあの子を見逃してはくれないか。あの子はただ頼む青年。ありがとう。これでもう思い残すことはない。さあやってくれ。おやじゃないか。おっとまずい、戦闘中だったかって。あれ矢田部さん、これは一体。まさかマスター、あんた。そうか、さすがは矢田部さんだ。まさかエージェントと関係し我々についても知っているとは。私の行きつけの喫茶店のマスターだよ。彼の入れてくれるコーヒーは格別なんだ。同じ将棋指しでね、お互い下手くそだが、だからこそ毎回いい勝負で。あんたは影足だったのか。そうだ。しかしあんたはそんな素振りは。他人に危害を与えるような人じゃないだろう。影足の全員が好戦的かつ容姿の意思通りというわけではないのさ。
領主。どうやらいろいろとあるようだね。頼みがある。彼を見逃してはくれないか。八乙女さん、君だって聞いただろう。多分駆け足にだっていろんな人がいるんだよ。私はマスターとはかなり長い付き合いだからわかるんだ。彼は人を襲って血など吸いはしない。この秋葉原でただひっそりと普通の喫茶店を営んでいるだけ。危険人物というわけじゃない。ありがとう八乙女さん。なぜそこまで。いいんだ。あんたとの将棋は311勝321敗だからね。今いなくなったら私の負け越しになってしまうじゃないか。それにあんたがいなくなったら誰があのうまいコーヒーを入れてくれるんだい。こう言っちゃなんだが、あんたの娘さんが入れてくれたのは本当にひどかったからね。これから毎日があれになるんじゃ、私のコーヒーブレイクが本当にブレイクされてしまうよ。最近会っていないけれど、あの子は元気なのかい？って、あれ？待てよ。マスターが影足ということは、あの娘さんも？そもそも、あの子は私の眷属だが、娘じゃない。あ？それじゃああれかい？まさか年の離れた嫁だとでも言うのかい？それは犯罪じゃないのかい？まだ年派もいかないような子だったじゃないか。確か名前は何と言ったっけ。ルイ。ああそうだったそうだった。そんな可愛らしい名前だったね。あれ最近どこかで聞いたような気がするな。あの子は娘でも嫁でもない。人間で言えば姪に当たるだろう。何にせよ庇護の対象だ。そうなのかい？よくわからないが複雑なんだね。お、なんだい？さっきからそわそわして。え、本当かい？女の子の成長は早いんだね。全然気がつかなかったよ。なんだか自分がひどく老けた気がしてきた。しかしそうなると。いや今はやめよう。マスターを半裸のままにしておくわけにはいかない。公然わいせつ罪で警察に捕まってしまう。影足ならなおさら危ない。とりあえず私は彼を連れていくよ。待ってくれ。君の連絡先を教えてくれないか。ありがとう。さあ行こう。彼を私の友人を見逃してくれてありがとう。